はい、皆さんおはようございます。今日はですね、城ヶ島にやってきてます。ただいま午前3時54分ですね。夜明け前に辻座に到着しました。今日竿を出すのはですね、東の入り、よく竿を出すところですけど、ここが東の入りですね。そして今日竿を出そうと思っているのが、沖向きのこの場所です。分かりづらいと思いますけど、もう少し明るくなればはっきり見えるんですけどね。しばらくちょっとうねりが続いているみたいで、今日も多少うねりが残ってるんですよ。なので人気どころはちょっと波かぶるかなと思いますね。ここなら今のところ安全そうなので、頑張ってやってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。釣り師の皆さん、こういうの持って帰ってくださいね。これね、こういうのはみんなちゃんと持って帰りましょう、ね、ちょっとたまたま見つけたんで持って帰りますけど、針もついたままだし、誰ですか、ここでサビキやったの、サビキやってそのままにした人誰ですか、これは。めったにゴミ拾って、人のゴミを拾って帰ることってないですけどね、ちょっと目に余るものがあります、どうしたのこれ、根掛かりしてこうなったの、これなんでこれ根掛かりしたのかな。じゃあそんなわけで第一投目行ってみたいと思います。なんか雰囲気はいいんだけどな、これまさかすでに餌がないとかある、もうすでに餌がないですねこれ。もうあの辺ほら飛沫で真っ白ですよね、あの辺がね。もうひな壇とかもがっちり波がかぶってしまってるんで、さすがに今日はひな壇に釣り人はいないですけどね。じゃあさっきちょっとゴミの話しましたけどね、今やっぱり釣り場でのゴミの問題は深刻ですから、一人一人が気をつけてやれば、そんなのはもう簡単に防げることなんでですね、なぜ自分のゴミだけ持って帰ってくださいよ。餌取りいるのは間違いないですね、餌取りかどうか分かんないですけどね、釣り上げないと。何がいるんだ、ちょっとなんか波が落ち着いてるところを狙って、やや当たったかな、まだあった、あ、当たってるっぽいですね。どうだ、伸びた、なんか食いました。よっしゃ、いいよ、食ったよ。なんだこれ、絶対逃がさないよ。メジナじゃないのこれ、アイゴっぽくないですけどね。メジナでしょ、メジナっぽい、メジナっぽい、ほらメジナだ。ちょっと食い合いましょう、よいしょ。おー、なかなかのなんかちょっと美味しそうなメジナです。26かな。28センチですね。記念すべき1枚なんで持って帰ります。ね、28センチはリリースしてやれよって思うかもわかんないですけどね。とりあえず持って帰りましょう。今日スカリ持ってきてないんでですね。はい、なんですよ、スカリ持ってきてればとりあえずキープっていうのができるんですけど、ちょっと大丈夫かこれ、
この辺だ。行け。入れ。当たったか。当たったけどな。当たったっぽいな。当たってますね。メジナっぽいな。メジナだな。もうメジナですね。さっきとサイズ同じぐらい。サイズは同じぐらいです。いいですね。元気で。よいしょ。これも20、28、29、それぐらいありますね。メジナっぽい。当たった。当たりました。サイズはやっぱ同じぐらいかな。メジナっぽいですけどね。やっぱメジナですね。あ、サイズはダウンしましたね。いろんなサイズがいるな。あー、ごめんね。あー、帰れ。なんとか帰れ。よーし、よーし、帰って。ね、うん、よかったよかった。こんだけ活性がいいなら、そう、数を釣りながらサイズが上がるのを待ってみますかね。こんな感じになってますけど、これ日焼け予防ですから、ね、スパイダーマンみたいになって怪しすぎますけどね。日焼け予防です。
一度根に入られたんですけどね、まあなんとかギリギリ30センチぐらいですね。あったか。おお、当たってた、当たってた、当たってましたね。なんか小さいけど、なんだこれ。おお、ベラ、ベラですね。ベラでした。もう目白ですね、これね。まあ、肩はやっぱり同じぐらいか。よいしょ、ね、やっぱこのサイズなんですよ。猫、いや、誰にも言うなよ。30センチもないんじゃないのこれ。すごいこう引きが元気なんで、ね、サイズを大きく感じますけど、そんなでもないですねこれね。体力来るのかちょっと。ここにいても死んじゃうよね。こっちある、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 これ、こっちある、入れって、これ、これ、よしよし、28センチ、ね、逃がします、はい、おお、何が食ってんの、これ。フグ来ました。フグがやってまいりました、ね、草フグ。来た。結構メジナかな。いい当たりでしたけどね。サイズはやっぱりそうでもないですけど、重くないですけどね。メジナだな。発生は高いな。よいしょ。お、サイズアップしてる。ちょっとサイズアップしてますね。30、まあこれでも30ちょっと超えたぐらいですね。30センチ。どうしましょう。